たける心を殺すことある。夢今取り戻せ、乾ききる前に、君だけのメロディー、君だけの祈り、君だけの夜に壊して閉じ込めた微かな声を聞く。不意に目覚めた白夜の中で感じてるから、世界の果てで、おー、君だけのメロディー、君だけの祈り、おー、君だけの夜に、すいません、すいません、またお時間作っていただいちゃって、すいません。大丈夫ですか？いつもありがとうございます。ありがとうございます。どうしましょうか。あ、いいですね。あっちで忙しいところ。すいません。こちらこそ。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、いえいえ。ちょっと外録チャンネルのオンラインサロンみたいなの始めて、その中でその加藤さん の、 その署名の活動を応援してる人が入ってくれてて、お話聞いてみたら、あ、それはでも確かにその署名活動のことは、なんか、広く知られた方がいいんじゃないかなと思って、もう一回加藤さんに、来てもらって、そもそもなんでそれをやることになった経緯とか、そのことすら知らない人もいるじゃないですか。そんなこともなんか全部説明してもらうのが一番なんかいいんじゃないかなと思って。いや、めっちゃ嬉しいです。ありがたいです。いや、ありがとうございます。みたいな感じの経緯で、ちょっとよかったらもう一回すいませんっていうので。めっちゃもう感謝です、逆に。ありがとうございます。前回の動画を見てない人に、まずじゃあ今、加藤さんのお仕事は何してたんですか？僕は人材育成の仕事ですね、今ですね。企業のリーダーとか、幹部の方たちの育成ですね。リーダー育成だったりとか、組織開発っていうですね、チームビルディング、チームとして、どのように組織を成就させていくのかって、売り上げ上げるのかとか、成果を出していくのかってことを、今、全体的にその、研修含めて、クラウドサービス含めて、トータル的にやってるサービスですね。それに至るのが、もともとはなんか青少年の構成というか、そうです。その携わってて、そう広がっていったみたいな。いや、もともとは非行少年の構成をやってたじゃないですか。で、その非行少年の構成をやるのに、やっぱり僕もただ思いだけでやっていけないわけですよ、ね。やってくれたらやっぱ技術が必要なわけじゃないですか。知識だもんね。そうです。はい、人をどうやってこう導いていくのかとか、どうやったらその人の能力を上げていけるのかってことを海外でめちゃめちゃ勉強して、でそれが自分の人生の生きていく過程と結構当てはまることが多くて、うまくいくこと、うまくいかないこと、いろんなことを勉強して、そして人生経験をくっつけて、そこでトレーニング技術を学んで、それを今度はブラッシュアップしながら自分の中で実績をつけてきたってことが、元の少年コース始めてきっかけだったんですよ。それで少年コースがだんだんうまくいき始めて、こうやってやることによって人って変わっていくんだなってことを勉強するわけですから。当然だから何の PDC 回して、トレーニングして失敗もしましたけど、それであって、僕らの失敗っていうのは、その子たちが変わりきれなかったってことですよね。ある意味犯罪を犯した子たちがもう犯さない。でさらにこの犯さないだけではなくて、その子が自分の目標とか夢を叶えるような、要は能力にどうやって上げれるかってことを勉強していって、でその延長線上でだんだんそれができるようになってきて、で今度は、経営者の方、アスリートで企業どんどん増えていったんです。要は人なんて変わらないんですよ。そういうお仕事しながら、署名活動してらっしゃるじゃないですか。その事件についてはいつどんなタイミングで知ったんですか？もともと僕学校関係 の、 仕事をずっと してるじゃないですか。してるんですけど、で、子供たちの年間の教育も相当数あるので、そういう意味では子供たちのやっぱり教育問題にはかなりアンテナ張ってるんですよね。で今回文春のリークさんで、文春のリークで旭川の事件を知ったんですよ。2019年に広瀬さやさんって女の子が、わいせつないじめにあったんですよね。でそのわいせつないじめの動画を、広められちゃったわけですよ。女の子がですよ。中学1年生の女の子の、自慰行為とかそういうことが広められちゃって、でそれを2019年に起きた事件、その彼女は自殺未遂してるんですよ。
はい、でそれから2020年の3月に中学2年生の女の子が投資したんですよ、雪の中で投資事件、要は公園で雪の中から見つかったんです、でその死の原因が、まあ、いじめじゃないですか、完全にいじめがあったの2019年、で2019年のいじめからそのいじめが続いてって2021年の3月に、まあ、彼女は亡くなったわけですよ、でそれを旭川がいじめはなかったって言ったんですよ、一人女の子が死んでるのに、いじめはなかったって隠蔽したんですよ。ああ、そうです。市とか学校ぐるみですか。そうです。それを文春さんがリークしたので、こんなことありえないだろうと、そこから情報キャッチして、そこからこの、ね、あの情報のことをもっと調べようということでどんどん調べていって、まあ、今に至っていると思います。調べていくうちにどんなことが分かってたんですか。まあ、隠蔽ですよね、完全に学校は。要は広瀬さん2019年に自殺未遂してたわけじゃないですか、でこの時に北西中学校という中学校も、まあ、彼女へと学校ですよね、旭川市教も事情聴取取ってるんですよ、警察も全部。要は朝芽さんがなんでいじめられたのか、自殺未遂してるわけですよ、警察も全部入ってるので。ってことはこの状況が分かってるわけじゃないですか、ってことはこの状況が分かってるのにかかわらず2023月に亡くなった時に2019年の段階ですよ、この加害者を自走送りにしよう、はい、でもっと被害者にちゃんと向き合って本当に何があったかってもっとケアをしてあげれば2021年の3月に広瀬さんが亡くなることはなかったわけですよ、でそれを隠蔽したんですよ、いじめはなかった、でいじめはなかったのになんで自殺未遂するんですかって話ですよ、まあ、おかしな話じゃないですか、もう全部それはもう教育委員会の隠蔽だっていうのが分かって、で今それに出し動いてるんです。で皆さんもう僕、10年以上も教育委員会とやりやすいんですよ、指して。あ、そうなんですか。そうです。もう教育委員会の隠蔽問題、不正問題で、学校から生徒たちからリークが来る、本当はいじめられてる、本当は少年に行った子何人もいる、本当は学校なら犯罪がある、それ誰も先生方はないってことですよ。あ、もうそういう、そうか、この旭川の件以外にもこれまでに何回もそういうのがあるんですか。そうです。だってコンビニだったらカメラがあるから、カメラ見てますよ、学校カメラありませんから、言ってることが生徒たちの言い分と先生しかないですよ。で大人と子供の言い分ってどっちが取ると思いますか、通常考えたって。あ、それ裁判とかだと。はい。あ、確かに大人ってなっちゃいます、ね、ですよね。だから子供は亡くなって初めて真実が分かるんですよ。はあ、でも亡くなってんのにその証拠の隠蔽が全部出されちゃって、加害者が捕まるってことは誰の責任ですか。親、学校ですよね、で学校の責任というのは教育委員会の責任じゃないですか、教育委員会の責任というのは誰の責任ですか。国とかそうです。市長です。あ、市長。はい。加害者が捕まるとみんな立てずに捕まっちゃうから彼ら困るんですよ。あ、そっか。もうそれが自分の個人での隠蔽とか、まあ、完全そうでしょ。死に口話ですから。だから広瀬さんが亡くなってしまったりとか、山形酒田市の女の子もそうですけど、先日東京町田でも小学6年生の女の子が亡くなったんですよ、いじめで。いじめなくなったんですよね。そのいじめはタブレットに要は書かれたんですよ、加害者から。死ねとかクソとか、要は子供たちはよくあるいじめですよね。でそこまでわかるじゃないですか。亡くなっちゃったんですよ、これ。でこの書いた加害者が誰かってことを隠蔽されたんですよ、改ざんですよ。誰かがこのパソコンに入ってそれを全部消したんですよ。こんなバカな話あります？こんな子供できるはずの話じゃないですよ。これ完全に大人が関与してるんです。完全に。こんなこと許したら、全国各地でこれからそういうことがあった時に全部隠蔽されるんですよ、これ。まかり通っちゃうんです、これ。そんなことは絶対に許すわけにいかないし。まあ僕何十年とも教育学やってますからね、バチバチに。あ、そうなんですか。その十何年の歴史があって、そうです。それの中の一個の今なんですね。そうです。だから彼らは、僕も大嫌いですよ。だって隠蔽を僕に暴かれるのは嫌ですからね。で学校からリークが来てるのに嘘つくわけですから。あ、で僕だから行きますよ、だから教育委員会でも何でも市長でも。こんな嘘ついていいのかと。今まで座ってガチガチやってきたのに変わらないじゃないですか。だから今署名で仕組みを変えよう、学校の教育是正をしよう、法整備を変えようって言ってるんです、この前のために。あ、そのための署名なんですね。そうです。だから広瀬さんの真相解明も含めてそうですけど、東京町屋の件もそうだし、山形酒田の件もそうだし、愛知の一度目はもう大阪も全部隠蔽ですから、全部隠蔽ですよ。考え、三谷さんお子さんいらっしゃいますよ。います。いた時にもしですよ、自分のお子さんがいじめられてました、亡くなりました、それを仮にですよ、仮に想像してみて、仮に想像してそのいじめが学校側の発表なかったって言われたら、親としてどうします。いや、でもだなんとかあったことに、でもあったことの真相を教えてほしいっていうか、何だと思うですよね。そうなった時に三谷さんは、俺が親の俺たちが悪かったんじゃないかと思っちゃうじゃないですか。で学校にいじめがなかったら、じゃあ家庭が原因で死んだのかってなっちゃいますよね。みんなそうやって自分を責めていくんですよ。
いじめが完全にあったわけだから、うん、それを隠蔽するって、じゃあその子の死の冒涜ですよこれ、うん、結局は。だから何度も何度も同じこと繰り返すんですよ。だからちょっとそれが、そういう勝さんが、まあ、非行少年の問題とか扱い始めてからもう十何年ずっと変わらずに。そうです。だから僕学校もやってるんですよ。うちのメイン事業じゃありませんけど、学校の生徒さんを毎月だから500人か600人ぐらいうちのセンターに来てトレーニング受けてくる子供たちは。で、学校の先生もトレーニング受けて帰ってくる。もうすごい数やってるんで。毎年だから1年間で、まあ、3000人から5000人ぐらいやるんです、子供たちは。そんなトレーニング。そうです、そうです。僕は1週間なり3日なり分かんないけど、何日かで来てる。そうです、そうです。もともとは非行少年の更生活動ってやったんですけど、非行少年って犯罪を犯してますよ。要は鑑別所に入る、うん、少年に入る。で、この子たちを預かってトレーニングしていくことにうまくはいくんですけど、そもそも自己概念ってあるじゃないですか、うんうんうん、本人は捕まっちゃった、うん、悪いことしちゃったっていうこの罪の意識が当然ながら彼たちは消えないわけですよね、うん、どんどんどん自己概念が低くなっていくから、なかなかこの自己概念がうまくね、やっぱりね、目的がないと確立されないんですよ。あ、だから犯罪を犯す前の状態をちゃんとトレーニングしようってことで、僕中学校のトレーニングをもう10年前からやってるので、今までで1000個ぐらい公園行ってます、学校の公園、中学校の公園、なるほどね。だから結局は抜本的な中学校の構造改革、先生の意識改革、子供たちの自立教育をするために公園に行きまくった方がいいですか。で、結局ここでぶつかったのが先生だったんですよ。で、教育委員会の隠蔽なんですよ。 あいつら本当とんでもない話ですから、本当に。そうですか。そか、もう三谷さんの番組でアウトローの方出てるじゃないですか、はい、もうめちゃめちゃいい方ですよ。あの、まだって自分がアウトローで更生したってこと言ってるわけですから、うん、でも教育委員会のやつらなんて、あの、私教育委員会ですって言っておきながら隠蔽してるわけですから、そっちの方がよっぽど悪霊ですよね。だからまあ安全なふりして本当はアウトローのことしてますもん、それこそ。もう完全ですよね。で、結局そうやって加害者も捕まらないじゃないですか、うん、先生も嘘を隠してるわけですから、親も加害者の親も嘘ついてるわけですよ、うん、こうやって価値観がどんどん歪んでいくんですよ。例えば加害者との親と学校ってのは結託するものなんですか。まあ絶対結託しますね。どっちも捕まることに対して の、 あの捕まらないことに利点が合うじゃないですか。うーん、親も子供を捕まらせたくないし、で、親も世間から子供の親は何やってるってなっちゃうわけだし、うん、それって例えば分かんないけど、亡くなってないパターンもあるじゃないですか。その亡くなってないで隠蔽されたパターンじゃないですか。そういうのってもう泣き寝入りしかないですか、はい、やられた方が。そうです、泣き寝入りしかないです。結局泣き寝入りなんです。で、第三審議が立ち上がってもいじめはなかったって言われるのは大体日本なんですよ。だって子供一人が亡くなって裁判かけて1000万とか2000万もらったって子供帰ってこないですからね。金の問題じゃないですよね。そうじゃなくて何が正しいかの問題ですよね。子供が亡くなっている、教育者が隠蔽してる、これ正しいか正しくないかって正しくないに決まってるわけじゃないですか。これを妨害するやつも信じられないし、はい、僕なんてこんなことばっかり言ってるから妨害バンバンされてますけど。どんな妨害があるんですか。いや、この間も広島行った時にヤクザみたいなやつが来て、うるせえんだこの野郎って言うんで、うん、お前のうるせえだろこの野郎って話で、そりゃそうじゃないですか、うん、何がうるせえんだこの野郎って話ですよね、うん、こっちは子供たちのためになんとか仕組みを変えようと頑張ってるのに、そんなお前がうるせえのって言われる筋合いがないって話で。へえ、でもそれが、そっか、教育委員会みたいな人がお願いしてやってるんですかね。いわゆる、まあ加害者は僕たちにお金で困るでしょうね、うん、だってね、この広瀬さんのこの真相解明が明確になればなるほど加害者は明確になりますから、うん、そう、加害者学校市長も全部裁かれますから、ね、そういう意味では。だから西川さんっていう市長が、まあ今前市長ですけど、あの人なんてだって今回旭川の問題に、この広瀬さんの問題に向き合わずに国政出ましたからね、立憲民主党で。へー、バカですよね、あいつ。考えられますよね。自分の市の女の子が一人亡くなって、いじめ亡くなってんのに、その問題分かってんのに、その問題をほったらかして国政出ましたから、ね、市長辞めて。とんでもないやつですよね。普通は市長だったら何のための人だと、市民を守るのが市長なわけな、うん、わけですから、その市の中で起きている出来事に向き合わずに自分の願望で国政出るなんていうのは考えられませんよね。いや、出るのは構わないですよ。だったらこの問題なんとかしか出ろって感じですよね。そうですね、うん、結局じゃ今署名はどんぐらい集まってるんですか。これが言っちゃうと結構やっぱ加害者に有利になっちゃうこともあるんですよ。あ、なるほど。っていうのは、あ、今そんなもんなんだと思っちゃうじゃないですか。あ、そうか。あ、でも10万弱です。あ、はい、なんで僕ら100万集めてるんで、僕が動き始めたのは6月なんですよ。7、8、9、10。今、まあ、4ヶ月、まあ、5ヶ月ぐらいで、まあ10万弱です。もうちょっとで10万いくって感じ。ただこれはまだまだこれからですから、勝負が。
本来は11月までに第三者委員会の答えが出ると、要は広瀬彩さんが本当にいじめがあったのかどうかと出るって話だったんですけど、多分出ないんですよ。第三者委員会って本当に第三者なんですか？違います。今回広瀬彩さんの件もまあこれは本当にあの皆さん知ってほしいんですけど、第三者委員会ってのは読んで字のごとく第三者の方が判断していくんですよ、うん、これは文科省が旭川市に設置しろって言うんですよ。でこれを設置するのは西川さんなんですよ、元市長です。市長が厳選する、あの人を選ぶんです。さやちゃんが亡くなった北西中学校の、まあ、校長先生、元校長ですよ。そいの人の恩師が入ってるんです。第三者委員会。これ第三者委員会って言われるんですよ。隠蔽委員会って言うんです。加害者寄りの人が入ってるわけだから、隠蔽委員会じゃないですか。バカじゃないですかって話ですよね。しかもみんな道内の人ばっかりで。なんで道内の人ばっかりなんだ。道内だったら繋がりがあるじゃないですか。みんな加害者寄りですよ。じゃあ僕を第三者委員会入れてみようって感じです、要は。入れられないじゃないですか、向こうとして、絶対に。はい。それはそうですよね、隠蔽がバレるから。だから全然調査もしてません。だって出来上がって4ヶ月、3ヶ月ぐらい経つのに、まだ加害者の調査も終わってないっていう。事情聴取をしてないっていうの、加害者。一人の女の子が、投資で亡くなったんですよ、雪の中で。それが起きたにもかかわらず、4ヶ月経ってんのに、まだ加害者の聴取が終わってない。事情聴取が終わってない。ありえないじゃないですか。もうこいつはね、完全に動きはないですよ。ただ形だけなんです。だから投資ってことは普通に加害者が殺人するっていう可能性もあるってことですか？そういうことです。だから分かんないじゃないですか、それが本当に他殺なのか自殺なのか含めて、うん、可能性でも可能性はあるってことですか？警察の一応事件性はないっていうから事件になってないんですよ、うん、でもそのために第三者委員会立ち上げたわけだから、うん、調べなかったら分かんないですよね。でその患者第三者委員会は調べてないって、じゃあどうやったら真相解明分かるんですかって話です。誰も分かんないですよ。で結局発表されていじめはなかったで終わっていくんですよ。じゃあ聞きたいけど、じゃあなんで広瀬さんはいじめで苦しんだのって話です。あんたら教育者だったら分かるでしょ、精神病っていうのがあるんですよ。 PTSD でしたっけ、あるじゃないですか。あれだって後遺症じゃないですか。あ、じゃあ2019年にそれがあって、そのいじめのフラッシュバックのままずっと引きずってるのが十分にあるわけじゃないですか。ってことはその死と相関性出ますよ。でそんなことまで調べたのかって、調べてないんですよ。当時は隠蔽委員会です、あいつ。加藤さんは、遺族の方とお会いするんですか？もちろんです。まあ、僕は遺族の方にお会いするんですけど、遺族の方がもう連絡があるし、それは旭川だけじゃなくて、いろんなとこからありますけど、もう今日ここではっきりちょっと、まあ、言ってしまって、まあ、いろんな意見があると思いますけど、僕は長年も非行少年の更生活をやってるわけですよね。はい。子供が悪くなる原因っていうのは親なんですよ。親の問題もあるんですよね。今回もいじめで亡くなっちゃったわけですけど、だから今からすれば遺族だし、本当にいたたまれますけど、じゃあ親は何やってたんですかと、逆にそんだけ娘さんが苦しんでたのに本当に寄り添ったんですかっていうふうに僕はなっちゃいます。意外と僕は親のきつく言うタイプなんで、でもそれはなぜかというと、もう亡くなっちゃってるのに帰ってこないんですよね。だから亡くなった後に自分の娘が亡くなっちゃった、息子が亡くなったって泣かれてもどうもしない方がないですか、僕としては。じゃあだったらなんでそこまで泣くんだったら、もうちょっと真剣に娘や息子さんに向き合えなかったんですかっていうふうに僕は思うんですよ。まあ、だからって遺族の方は責めてるわけじゃないんですよ、分けてるわけじゃないんですけど、ただもう亡くなっちゃってるのじゃもう帰ってこないんで。だから僕は遺族のために送ったことはほぼないですよ。今まで非行少年やってきましたけど、親のために置いたことは一度もないんで。やっぱり子供のためですよ、すべては。その子のためにしか僕は動きはないんで、親のためなんてふうに僕は考えて動いたことはほとんどないんで。だってそりゃそうじゃないですか、親なんて勝手に産んだら、もう勝手にね、勝手にセックス勝手に産んだらもう親ですから、資格も何もないわけですから。で、その親がどう育てるかによって子供の人生ってやっぱ少なくとも変わっていっちゃうから。やっぱり小さい頃の親の言葉とか、環境っていうのがその子の価値観を作るわけですから、この価値観がトラウマになっちゃう可能性も十分にあるんですよ。いじめと隠蔽も根深いですか？いや、もう根深すぎますよ。どの業界でも背負ってやっぱ多少あるじゃないですか。まあそうですね。はい。でも今回の場合は何が僕は違うかっていうと、子供なんですよ、結果に。結果に子供が犠牲になってるんですよ。子供は親の作った環境のレールしか乗れないから、子供のうちは。うん。だから大人の問題なんですよ、今回は。子供の問題じゃないですよ、大人の問題なんですよ。うん、法律の問題、政治の問題、学校の問題、教育委員会の問題、全部大人の問題なんですよ。いつもその大人の問題に子供たちが犠牲になっていくので、こんなことありえないですよ。
本当にもう子供のこと考えると生きてたらどんな可能性とかね、これからの本当に未来があったのか、さやちゃんだって生きてたらどれだけ本当に多くの喜びとか悲しみをたくさん感じれたのかって考えると、やっぱ死んじゃったらもうそんなことも感じようできないから、もうそれを殺したのが周りですから、はい、これから どういう戦いですか。まあ、まずはやっぱり署名を絶対集めるってことですね。署名を絶対集めれば結局この国ってやっぱ法治国家ですし、やっぱ政治家なんて票ですから、ある意味、ある意味本当に票が集まったらとてつもないことができるんですよ。ある意味署名って票なんですよ。これだけ何十万人の民意が子供たちのもっと環境を良くしてほしい、教育の是正をしてほしいって言ってるってことは、もう政治家ってそれを聞くしかないんですよ。国もそれを絶対受け取らない、受け取って返答しない限り国としての機能性がゼロになっちゃうから、それは絶対法的に無理なんですよ、はい、なので彼らは受け取って絶対何かしらのアクションを出さなきゃいけないんですよ、はい、なので僕らは署名の数が集まれば集まるほど相当な武器になるんです。今の子供たちのいじめの教育現場を変えていくことだったり是正、あとはまあ文科省や法務省に対しての、まあ、子供たちの法整備の是正も相当訴えかけるんで、まあ、相当学校は良くなるでしょう、はい、相当子供たちが守られる場になるでしょう。だって今って担任の先生、担任の先生、普通車って道路交通法違反ってありますよ、ね、人を計画的に引いたら殺人ですよ、殺人ですよね、間違って踏んで引いたら過失ですよ、そうですよね。学校って自分の担任のお子さんが、担任の子供が加害者になろうが被害者になろうが担任は全く罪はないですよ。あ、いじめ対策防止推進法って法があるんですよ、あるのにもかかわらず彼ら守らないんですよ。給料言及されることもないし、生徒が死んでももう一回教団耐えるんですよ。もしですよ、生徒にわいせつなことをしました、また立てるんですよ。これおかしいっすよね。むしろ言えばそういう先生がクビになったら塾できるんですよ。わいせつなことやってるんですよ、で要はそれやってんのにもう一回塾やるんですよ。なるほどね。こんなのおかしいっすよ。だからもっと学校の中の整備を整えなきゃいけないんです。仕組みを変えるってことです。もっと生徒を愛してくれ、もっと生徒のために子供たちのために時間をかけてくれって言ってやってくれるんだったら別ですけど、そういう先生ばっかりじゃないから、だから仕組みを変えていかなきゃいけない。でその仕組みもこの署名で変えれるんですよ。そうですね。学校の先生も別にクビにならなかったら別にそんな頑張らなくていいかってなっちゃう。そうですそうです。結局やらないじゃないですか、で僕そういうこと言うと学校の先生も大変なんですよって言うんですよ。仕事って大変なもんじゃないですか、大変で責任感を持ってやって初めてなんぼなんですよね。なのに先生方は大変だと、だったらやめろよと、だったら教師なんてやめちゃえって話です。だったら給料もらうなって話だって、他のお金稼ぐこと考えろって話ですよね。でも先生やってる以上、給料もらってる以上が責任を果たすってことが先生の役割だと僕は思ってるので、まあ当然じゃないですか。もう他人の子供命を預かってるんですよ、人生を。それが学校の先生ですよ。で僕らも署名で文科省と法務省にまあ、直接、まあ、ある方を通じて持っていこうと思います。まあ、いろんな政治家の方の協力も今得られてるので。あ、そうですか。はいはい。応援してくれてる方もいるんですか。もちろんです、もちろんです。はい。それに関してね。だから彼たちもそうですけど、やっぱ署名が集まれば、やっぱりそれは実現できるので。でも署名がそもそも集まらなかったら、今僕が言ってることは全部絵に描いて文字になっちゃうんで。でも100万っていうのが一個のやっぱ、基準なんですか。うん。わかりやすい目標じゃないですか。100万って。うん。でも100万まで、集まらなかったら帰れないかってわけじゃないと思います。50とか30とか。いや、いけるでしょうね。うん、まあ、すごい票の数ですね。はい、今までそれだけの民意の意思ですよ。これ、30万人のフォロワーじゃありませんかね。30万人のフォロワーだったら、まだわかりますよ。30万人が同意した署名ですから、ね。めっちゃでかいです、はい。これは本当に一つの政治の仕組みぐらい変えれるぐらいの、法まで変えるぐらいのプレッシャーになります。だって自分のお子さんとかお孫さんだったら皆さんどうしますかって話ですよ。次自分の子供が加害者になる可能性、被害者になる可能性絶対あるわけじゃないですか。それを未然に防がなかったら子供の人生はかわいそうなんですよ。加害者にならしてもダメなんですよ。被害者になっちゃっても帰ってこないからダメなんですよ、はい、だから絶対これをさせないための署名ですから。でこういう活動してると加藤修士はもっと悪だから、人の住所集めて何か悪いことをしてるとかって言うんですよ。あと住所そんな気にするとかあるんですか。あるんですよ。署名に今回住所があるので、住所があったのは効力が高いですよ。でもですよ、もう今回の件に弁護士入れてるんですよ。しかも国会議員まで協力してるんですよ。その僕が悪いことすると思います？バカじゃねえかって感じですよね、本当に。だからそんな、要は僕の過去の
ことを引っ張ってきて、それで結びつけて、あいつは昔悪かったからまた悪いことしようとしてるって言ってるわけですよ。じゃあだったら俺の今やってること見てくれって話なんですよ。自分がやってきたこと見てくれと。それでもそういうこと言うんだったら、僕業界引退してから何も悪いことしませんからね。エグザイルの淳君もだから今回賛同してくれて、淳、はい、君もすごい応援してくれてるんですよね、うん、エグザイルのメンバーたちも淳君の声にかかって、はい、だからこうやってみんな何かしらのリスクはあるけど、やっぱり今回の件許せないよねって応援してくれてる人が、まあ、少なくともいるのが、やっぱそれが一番嬉しいですよね。これテレビとか取り扱ってくれないんですか？いや、取り扱ってくれてますけど、うん、少ないですね。スッキリさんで何度か2度ぐらいやってくれてるのかな。ああ、そうですか。はいはい。でもありがたい、ありがたいですけど、ね、あとは地方のテレビとか、北海道のテレビとかでもやってますし。あ、北海道はでもテレビはやってますね。ああ、その場合だって全然全然。ただやっぱ全国で言うとやっぱりまだまだ全然広がってないし、この間小学6年生の女の子ですよ、町田の件って。知ってますか？町田で小学校6年生の女の子知ってる。自殺ってありますよね。考え、小学6年生自殺ですよ。自分の娘とかだったら考えられます？いや、もうナイス。で、それを隠蔽するんですよ。隠蔽は改ざんですよ。これ犯罪ですよ、これ。それを大人がやってるんですよ。で、この件が、バッて広まったんですよ。また消化しますよ。結局世の中そういうものなんですよ。一気にこの事件のことをわーって騒ぐんですけど、結局また忘れちゃうんですよ、みんな。うん。だって忘れやすいニュースばっかりやってますからね。ああ、そこそこ。はい、はい。結局話題がすり替わっちゃうんですよ。本当にこうやって人が興味関心持ってくれて、例えばですよ、これで40万人、50万人署名が集まりました。そしたら学校が変わっていくんですよ。今の子供たちのこの悲しみがなくなっていくんですよ。今のこの現状の学校の中で命とか可能性を奪われる子が減っていくんですよ。これ考えたら、なんでやらないかと。でも今ここで変えなかったら、多分今後変わらないです。ずっと変わらないと思います。このいじめの隠蔽問題はずっと繰り返されます。で、僕らニュース見るたんびに、また子供が死んじゃったんだ、また死んじゃったんだって、事件には不可解な事件で死んでしまったみたいな。原因がわからない。年間子供たちが何千人も死ぬ原因のほとんどが原因がわからないことなんですよ。それは原因わからないですよね。隠蔽してるんだ。先生が自分の生徒をいじめてるわけですよ。これって、要は弱いものをいじめたいわけですから。それストレスさせたんですよ、要は。で、結局学校っていうのは僕何度も言ってるんですけど、カメラがないんですよ。だから監視がないから。いや、先生の独裁権なんですよ。だからいくらでも隠蔽しようがないんですよ。で、結局お前が悪いんだって子供に言わしちゃえば、そうって言うと子供も、あ、そうなんだ、俺が悪いんだと思うじゃないですか。もう完全にいじめなんですよ。狙ってるんですよ、生徒だけ。そんなケースっていっぱいあるんですよ。だから僕もいろんな人から相談を受けて、自分の娘が先生に狙われてるっていっぱいあるんですよ。じゃあなんでそれリークしないんですかって言ったら、また娘が狙われるから。だから子供を人質に取られてるんですよ。じゃあ転校させればいいじゃないですか。うん、それほっとくから先生みたいなバカは調子に乗るんですよ、うん、結果的には。でそこに教頭も校長も加担してそれを隠蔽するのがあってバカじゃねえかって話ですよ、ね、いやそんなことマジで起きてますよ。だからおそらく見てる視聴者の方でも自分の知り合いのお子さんとかで先生にいじめられてる生徒さんっているって多分言ったら、うん、多分コメントきますよ。本当いますか、ね、いじめられてるの狙われてる先生は、はい、いやその中でわいせつなもちろんいじめもあるわけじゃないですか、うん、はい、わいせつなこと言われたりとか、なんでカメラは置かれないんですか？まあ結局その教育委員会の仕組みもありますし、結局まあカメラを置いたら置いたなりにやっぱりじゃあプライベートが守られないのかって言いますけど、じゃあだったらじゃあどうすんだって街中全部カメラだらけじゃないですか、うん、だったらプライベートって守られないじゃないです か、 だから僕としては本当は学校にカメラを置くべきだというふうに僕は思ってる人なんですよ、うん、そして何かあったらすぐに警察が介入していく、うん、すぐにその場ですぐに警察が介入する。海外ってそうですから、もうそうしないと学校なんか救われませんよ。で先生たちが隠蔽するわけですから、うん、頼みの綱なんですよ先生たちって、うん、ええ、学校って先生方に預けてるんですよ。学校に預けて彼らはそれ給料もらってるのにその学校が隠蔽するわけですから、で先生は自分の欲求不満で生徒をいじめるわけですから、うん、ちなみにそれ先生がそういういじめとかをしちゃってて先生側からすいませんそういうこと しましたみたいなことを自白するパターンってあんまないんですか？まあないですね。他の先生方がですよ、それを止めるとかそこに立ち向かうとかそんな本当に志の先生がいるんだったら僕は徹底証明しますね。うん、むしろそういう先生がいないのが問題です。分かってるだろうって話ですよね。だって広瀬さやさんが亡くなってる2019年から2021年までの間学校で先生生徒を毎日見てるわけです。毎日ですよ。普通分かるでしょ。
先生だったら毎日子供見てれば、でもよっぽど子供に意識は向いてないですよ。それかいじめられてると分かってても臭いもんに蓋閉じです。関わりたくないから面倒じゃないですか。また加害者の目が出てきて被害者が出てくるって面倒ですよ。あれは挟まるのは、うん、それが嫌だからそこにわざと触れないですよ。まあ、どっちかですよ。よっぽど疎いか気づいてても気づかないふりしてるかどっちかです。保身ですよ。結果でこんなこと考えられますよ。これ日本の学校ですよ。いやそうですね。自分の子供とか自分の孫さんとどうしますかって話ですよ。いやそうですね。てか普通になんか運悪かったらこうなったりとか結局だからもうくじ引きみたいなもんで、いい先生に当たればラッキーだけど、もうそうじゃなかったらもう学校人生は最悪ってことですよ。要はヒューマンに言っちゃうんです。パーソナリティ、学校の仕組みとか学校の法整備を見逃さないからそうなっちゃうんですよ。結果的には僕ら年間もう何千人も子供たち相手にしてますけど、担当人の担任出るじゃないですか、うん、1組から5組まで、うん、絶対に1組2組3組4組5組の子って違うんですよ。それは先生のやっぱパーソナリティによるんですよ。それって別にこれはあれじゃないですか、慈善活動ですよ。慈善活動というかボランティアというか、まあ全部そうです。そうですよね。だから僕はやっぱ人権活動家っていうのも一個名乗ってるんですけど、やっぱりいじめとか虐待、僕も虐待された虐待孤児ですから、うん、虐待誹謗中傷とか、やっぱり世の中でやっぱ人の命をやっぱダメにするような可能性を奪うようなことをやっぱなくしたいっていうのがあるんで、やっぱ人権活動家やってて、でその逆側ではやっぱり人材育成家なわけですから、うん、人の能力を最大値に上げていくと、うん、でも人の能力を最大値に上げていくためにはこのマイナスのことにも向き合わないとやっぱいけないんで、うん、まあ裏と表みたいなもんですよね。いいですね。もういろんなとこ行ってるもんね、今。あ、10月はかなり回りましたね。8件ぐらい回りましたね、県を。街頭署名活動です。街頭でスピーカー持って、ガンガン署名活動してるんですよ。ちょっと街に出て、そうです。そうです。で、署名をしていただくって。そうです。これは西新宿の駅前でやったりとか、あとこの間札幌でやってましたけど、札幌のパルコの前とかでやってきたりとか、広島とか福岡とか熊本とか。はい、はい。実際に街頭で集まる数っていうのは、そんな、何件もあっても大したもんじゃないですよ。例えば6000とか7000なんですよ。だから本当に YouTuber の方たちに協力してもらって、本当に例えばヒカキンさんとかに彼に万が一やってもらったら一気にもう何十万って集まると思うんですけど、でもそれであっても何万人も通るわけですよ。何万人の方にメッセージして署名書いてもらわなくても耳にしてもらうだけでもう、あ、そういうことが起きたんだなってことを知ってもらえるんで、例えば街頭に行くといろんな人が協力してくれるので、まあそういう人のつながりもあるし、改めて僕はなんでこれやってるかってこともその場で伝えてるし、ずっと戦いは続くわけですね。まあそうですね、誹謗中傷との戦いもあるし、とにかく妨害との戦いもあるし、まあそんなのは大したことないんですけど、でも普通の人だったらやられたら痛いだろうな、ここまでやられたら、誹謗中傷されたら、うん、でも何が正しいかって考えていかないと、正しいことを正しいのっていかないと、これに買っときます、ね、署名のリンクを。いやもうぜひお願いしたいです。本当に他なんか喋ってるってことあるんですか、それに関して。いやもう YouTuber の方に協力してほしいですね。ああそうか、そういうことですね。で YouTuber の方が本当にこの件に協力してもらえれば、収益にならなくても協力してもらえれば、うん、相当な署名集まりますからね。学校が変わるんですよ、うん、子供たちの学校環境が変わったら、これからの有名人の子供も有名人じゃない子供も全員が守られるわけじゃないですか、うん、だから YouTuber の方にはぜひ協力していただきたいですね。そうか、それを、はい、僕を登場させてくれなくてもいいから、署名のことをちょっと案内してくれるだけでもいいので、うんうん、ぜひ協力していただきたいです。ヒカキンさんなんて一回協力してもらったら、ワクワクしますのと考えたら、子供たちのこれで学校教育が変わ、環境が変われば、本当に子供たち守れますから。だって僕らは家庭環境で子供作れます。子供は作れないです。ですよね。なんで職場環境も部下は作れないですよ。やっぱりリーダーがどう作るかですよ。家庭環境も親だし、職場環境もリーダーだし、学校環境も子供は作れないですよ。やっぱり我々大人が介入して、学校環境を作らせないといけないですよ。政治に、学校に、はい、彼たちに任したら彼たちの都合のいい環境になっちゃうんです。でも彼たちに都合いい環境で、子供たちにとって安心で安全で成長できる環境が学校なんだよ、はい、なので我々署名によって環境を作ることができるってことを知っていただきですね。僕らは署名で変わるのって言って何もしない方多いですけど、変えれないんじゃないですか。変わるために何も行動しないだけなんですよ、はい、変えれないんじゃないですか。変えれないと思い込んで何も行動しないだけなんです。でも一人一人が署名を協力していただければ変わるんですよね、結果は絶対に。やるしかないです。
なあ、もうこれ以上もニュースで本当悲しいことは見たくないですね。特に子供たちに関しては。お待たせしました、皆さん。またです。ありがとうございました。頑張ってだけじゃ勝ちはない。